なんでいきなり謝るんだ。この間の白い花のこと調べるって言ったのに、まだ名前分かってないから。いや全然いいよ、別に急いでるわけじゃないし。っていうか調べ続けてくれてありがとな。私絶対見つけるから、花の咲いてる姿見せるから、待ってて。分かった、待ってるよ。でも無理しないでくれよ、時間のある時でいいからさ。待って。ん？なんだ？そのなんだろう、何か言いたいことがあるみたいだ。プレッシャーかけても悪いし、ちょっと待ってみるか。ゆいと最近胃の調子どう？え、胃の調子？そう言われてみれば最近ちょっと食欲が落ちてるかな。ちゃんと薬飲んだ方がいいと思う。ありがとう、そうするよ。でもなんで胃の調子が悪いって分かったんだ？私の超能力。あ、そっか、つぐみは透視できるんだもんな。それで俺の内臓まで見えちゃったのか。いつも人の体は見ないようにしてるんだけど、加減が難しくて時々少し見えちゃう。便利な超能力だけど、それはちょっとグロそうだな。大変なんだな、つぐみも。ごめんなさい、体の中勝手に見ちゃって。いいっていいって、そんなこと。内臓ってなんか裸より恥ずかしくないような感じするし、それにわざわざ俺のために言ってくれたんだろ。黙ってればバレなかったのに、だからありがとな。でもやっぱり良くないことだから。つぐみ、どうしてそんなに自分が悪いって思うんだ？私昔もこういうことあったの。子供の頃、今より超能力をうまく使えなくて、見ちゃいけないものいろいろ見ちゃってた。体の中、部屋の中、人の秘密とか、見られて嫌なものもいけないことだってまだ分かってなくて、それで友達の隠し事勝手に見ちゃって、みんなの前で話しちゃったの。そうしたら友達も大人の人も私のこと怖がって遠ざけられて、みんなに嫌われちゃって、これ以上嫌われたくないって思ったら、だんだん人と喋るの怖くなったの。だから私、人の秘密は見たり話したりしちゃダメだってずっと気をつけてた。なのにまた。そんなのひどすぎる。うん、私ひどいことしてた。いや、つぐみのことじゃないよ。だってつぐみはまだ子供で自分じゃどうにもできなかったんだろ。それなのに大人まで一緒になって仲間外れみたいにするなんて、子供の頃のつぐみがかわいそうだ。でもそんなに辛いことばっかりじゃなかったから。そうなのか？今の話聞いた感じだとめちゃくちゃ辛そうだったぞ。人間の友達は
いなくなっちゃったけど、その代わりおじいちゃんが植物のこと教えてくれたの。私のおじいちゃん盆栽が好きで、植物も詳しくて、植物は物言わぬ友なんだって教えてくれた。物言わぬ友。そう、言葉では何も喋らないけど、枝ぶりとか葉っぱのつき方でいろんなことを伝えてくれる。それに人間が寂しい時には何も言わずに一緒にいて寄り添ってくれるんだって。その話聞いて私も植物が好きになったの。そっか、素敵なおじいさんなんだな。いろいろと話してくれてありがとな、つぐみ。ゆいとも聞いてくれてありがとう。体大事にして。ああ、気をつける。物言わぬ友か。つぐみも言葉じゃあんまり喋らないけど、いつも周りのこと気遣ってくれるよな。植物が好きなのは親近感みたいなところもあるのかも。あの、ゆいと。ん？どうかしたか？いつもありがとう。え？おい、こちらこそ。嬉しいよ、つぐみ。